そんなの関係ねえ。おっとっとっと。お腹の脂肪が全然減らん。ズバリ言います。有酸素運動が足りません。ほとんどの方はカロリー計算なんかできませんよね。辛い筋トレできませんよね。やるべきことは、体幹メニューの動画を終わった後に、今回のような有酸素運動を行ってください。体幹を意識して有酸素運動ができます。お腹の脂肪を取りたい人、立って一緒にやっていきましょう。見ながらやってね。しっかり肘を開いて、胸を張りながらやっていきましょう。呼吸が上がってくると動きに合わなくなってくるんで、息ハーハー言いながらね、普通通り行ってください。すでに効いてきてる。背中がだるい。頑張ろうみんな。燃やすぜ。Oh!
おー、筋トレよりきついぞこれは。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。